アラバが来てからクロースの良さが吸い取られてる気がするんですが、どう思うんですか？そこまでは思わないですね。ただ、ちょっと役割被るっていうのは、今までだと右利きのセンターバック左置いてるから、フォーバックになった時に、サイドバック上がってさ、右利きのセンターバックの中入ると、なんかカゼミロでクロースこう降りれるじゃん。でも、左利きのセンターバックだから、こう開いてこう持っていけるんですよね。ってなると、クロースがカゼミロ上げた時の中とか、こことか。まあ、いつもやってクロースロールって名前つけてるぐらいだけど。この位置っていうのが、多分頻度は落ちてると思う。なんかそんなデータはないからわかんないけど、ただ試合の現象を見るとね。ただそういうところで、ただ、まあ、クロス自体は別にライン間とかも受けられるし、普通にしてるミスとか CL とかでね、カマビンが入った後よかったのは、普通にオンザボールでの質のところだから、まあ、アラバの選手したらかわいそうだなとは思いますけどね。今、アラバとフェランメディいるじゃないですか。で、まあ、どっちも左利きで、特に、左センターバックアラバで、サイドバックメンディ上がって、で、ここにクロースがまあ降りてくるってなると、今までここセルヒオ・ラモスだったんで、ここ降りてあげると、ちょうどよかったじゃないですか、利き足的に。でも今だと、アラバがここ持ち上がりたいから、クロース降りるとしたら真ん中になって、ちょっと今までとプレーのあれ変わってます。そうそう、だからクロスロール今季あんま出てないと思うよ。僕の印象としてはあんま出てないなっていう昔よのりも中盤でちゃんと受ける、ちゃんとっていうとあれですけど、なんかその、は。アラバにこう持ち場任してるというか、上げてますよね。そうそうそう。だからまあ前も話したかもしれないけど、特に、ラモスだと、まあ特に右利きだから、そこからこうサイドチェンジでね、右のサイドバックとかにつけるのが彼の持ち味だったけど、アラバの場合はまあそれを左でもできるし、左足でもできるし、まあレオさんが今言ったみたいにこう、ドリブルでも上がっていけるんで、そこに逆にクロスがクロスホールで入ってきちゃう、いや邪魔だからっていう。そうなんですよね。それをちゃんと、まあ、多分だって普通に考えたら何年もマドリールクロースと、入アラっバてきたばかりのアラバ。で、バイエルンでも一応先輩じゃないですか、先に出てったとはいえ。なると、クロースがいつも通りのプレーしたっていいはずなのに、ある時もあるかもしれない。基本的にはアラバにこっち上げて、この持ち上がりを生かしてあげてるじゃないですか。あの辺なんかこう賢くていいなって思います。まあだからあとはそこのアラバのリーダーシップがすごいよね。来たばっすごかいですね。ラインコントロあールれマジでえぐいと思うよ。難さっきレオさんもちょっとリーダーシップがとか声が出してみたいな話しましたけど、いや、アラバの、まあ、まだスペイン語できない、そんなに流暢には当然話せない感じではあるんですけど、まあ、英語を交えながら、前もちらっと言いましたけど、まあ、もちろんクロースとかフェラン・メンディとかミリトンにも言ってるけど、カゼミロにももう言いまくってるし、そうですね。ちょっと言い合いしてる時ありますもんね。言い合いしてる時ある、本当に。で、言い合いしてでも、いや、でもここは俺のセンターバックの言うことをお前が守ってくれっていう。これ今まで多分なかったんだよね。結局、カゼミロが下がってきて、一緒にブロックで守ってくれて、跳ね返してくれるってことは、セルヒオ・ラモスにとっても、バランにとってももう、まあ、プラスでしかなかったわけなんだけど、こうやっぱアラバが入ってきたことによって、いや、お前が今そこにいると逆にラインをさ、止めなきゃいけないのに邪魔だからとか、お前はそこに留まっててくんないと、ディフェンスラインとか全体のバスがもう崩れるからとか、やっぱ言いまくってるから、その辺はやっぱりこう、なんかアラバが来たことによって、こう潜りがすごい変わってきたなっていうのはなんかすごいあるんで、ここに君がいれば最高なのに。